で3ボールになりました。有田さん、際どいところはついているように見えるんですが、細川へとつながっていくドラゴンズ打線です。インサイドついたんですが外れました。フォアボール、ノーアウトランナー1塁です。出てくるのかドラゴンズ。カードの初戦、ドラゴンズが3対0勝利を収めています。強い打球は右中間ライナー伸びていきます。さあドラゴンズ、俊足の小林、2塁蹴る、3塁を蹴るか、蹴った蹴った、ホームに帰ってくる。さあバックホームなんですが、タッチすることはできません。ドラゴンズ電光石火の攻撃、 1,2 番でまずは先手を奪いました。これで8試合連続ヒット、アニアさん、好調 1,2 番にカープとしてはやられてしまったという形になりました。その通りですよね。だからやっぱりフォアボールですよね。フォアボールだけは避けてほしかったんですけどね。ただ福永の方も、アニアさん、少しこう窮屈な状況を強いられたように見えたんですが、逆方向よく伸びていきましたね。いや、もう1、2塁間空いてますからね、そこね、はい、石原は内側に構えます。ちょっと甘く入りました。ライト交代、下がっていきます。もうこれタッチアップできますからね。セカンドランナーは3塁に進んでいきました。ワンアウトランナー3塁と変わります。直近4試合でもよく触れています。130キロ台の変化球から入ってきました。内野は前進カープ、打ち上げました。レフトへの大きなフライになります。高く伸びていく、そのまま行くのか、行ってしまった。伸びるんですよね、これ風がいいんですよ、ね、今日は確かに右バッター追い風、高々舞い上がっていったんですが、細川も一振りになりました。今シーズン第20号、自身2年続けての20号到達となりました。広島東洋カープ先発玉村を捉えていたドラゴン打線、2番の福永のタイムリー、そして4番の細川のツーランホームラン、先制パンチ、若いバッテリーに襲いかかります。ただ有田さん、最後片手で振りましたね。その通りですよね。手があの伸びたところで打つとね、打球が伸びるんですよね。うーん、ですとカープバッテリーとしてはフルスイングさせなかったよりも思ったんですが、うん、そしてこの打席のブライト健太なんですが、ここは豪快なスイング、2エンド2。今シーズンは主に代打で起用されています。代打打率は3割8分5厘と勝負強さを見せています。昨日もハーンからチャンスの場面で代打、フォアボールを勝ち取りました。打ち上げました。帰ってきますよ。ライト追いかけていって、フェンスギア、ボール確かに帰ってきました。はい、だいぶ帰ってきます。ツーアウト、ツーアウトランナーはありません。初ヒットをマークしました辻本凛太郎です。島内から昨日プロ初ヒットをマーク。昨日は先頭でヒットを打ちましたからね、まあ、思い出の一本がこのマツダスタジアムに生まれました。昨日は栗の好投をリードしたというショート真正面、ちょっとバウンド変わりましたが、矢野、ここはそつなくこなしていきます。玉村、初回3点を失っています。マウンド上は柳裕也です。今シーズンこれが12試合目の登板、失礼、13試合目の登板です。ここまで12試合登板、4勝5敗、防御率 3.57。 強い打球、ファースト真正面です。カリステがさばいてワンアウトです。柳は直近なんですが、6回を投げ切れたのが5月の11日のカープ戦まで遡ります。6月の16日を最後に2ヶ月ぶりの登板が前回8月の24日の巨人戦でした。ショートへのゴロ、ちょっと送球きましたが、カープ 1,2 番倒れています。ツーアウトランナーありません。ファーストへのゴロになりました。カリステさばいて、カープはこの回は0点に終わっています。2022年に50試合に登板しました。4勝2敗、ホールドは4つ、防御率 3.56 でした。詰まらせました。ショートへのフライです。
矢野つかんでワンアウト。ショットを投げられているということを言っていますね。そのストレート147キロ。強い打球です。レフト交代、下がっていく。2階席看板直撃。次の1点はドラゴンズに入りました。木下の一発、ドラゴンズが今シーズン木下の第3号で追加点を奪いました。4点目がドラゴンズに入ります。自慢のリリーフ陣でつないで、カープがその差を詰めていこうかという中、そうはさせじとドラゴンズ、木下の一発ということになりました。ヤンニャさんも打った瞬間、これはもうスタンドまで届くからと誰もが思うような発射速度でしたね。はい、木下はね、カップ戦よく打つんですよね。開幕スタメンだったんですが、開幕して16打席ヒットがなく、開幕その後はマスクを宇佐美であったり加藤に奪われてしまうケースが多くありましたが、9月の5日のタイガース戦では1ヶ月ぶりのマルチヒットをマーク、そして今日の一戦でもホームランを放ちました。セカンドのゴロです。菊池がさばいて2アウト。もうちょっと後ろ下がるんですけどね。打ち気満々ですよ。最後は空振り三振です。しかしこの回ドラゴンズが追加点を奪っています。ボールがちょっとこう浮き出したんですよ。はい、うまく打ちました。ライト線弾む。先頭バッターこそのヒットで出塁。反撃目指す広島東洋カープ、まずは突破口小園が開こうかとですよね。はい、前の回からちょっとおかしいですよね。1回2回と特に3回、はい、4回では違いがあると。また違いがありますね。逆方向うまく運んでいきます。左中間ワンバウンド弾みます。小園は2塁蹴って3塁向かっていける。4番5番の連打でカーブがチャンスメイク。ノーアウトランナー3塁1塁。今日のゲーム初めて連打が出ました、カープ。さあ1点失ってさらなる追加点を奪われた後、すぐにその反撃の1点取ることができるか。そうですか、そのぐらいの心構えが必要じゃないかな。甘いボール引っ掛けた。さあこの頭で破っていきました。3連打でカープが1点を返します。4対1、再び点差3点と縮まりました。末金が大きなガッツポーズ。カープが1点返しました。1点でも返すのこのゲームは分かりませんからね。はい、セーフティーバント、いいバントになる。キャッチャーは他の塁は見ず、一塁送球送りバント成功。351ギラ目を決めました菊池。最初の打席で一発回答ホームランを放って、そして今日の今シーズン50試合目の出場です。うまく打ちました。しかしサードゴロ、どこにも送球できない。一塁アウトになりましたが、カープが次の1点を奪いました。4対2、点差2点と変わります。今はしかしサードよく取りましたね。はい、抜けてもおかしくない当たりだったんですが、浮き出したんですね。はい、ライナー伸びていくんですが切れた、ファール。2アウトランナー3塁。詰まりました。ライトが前進、前に出てくる。復帰1打席目ヒットということにはなりませんでした。しかしカープこの回2点を奪っています。黒原の飛躍というのがカープブルペン陣には大きかったですね。大きいですよね。体勢崩しました。右中間のフライ、センターライト追いかけていって破りました。足が速い岡林は二塁悠々到達。
先頭バッターツーベース、ノーアウトランナー二塁です。今日はどちらに流れが行ききるのかというような状況が続いていますが、できました。そして今日先制タイムリーの福永が右のバッターボックス、先ほどサードで守備のいいプレーもありました。セーフティーバント、バントをしてきました。黒原がボールが手につかない。ノーアウトランナー三塁一塁と変わります。記録はエラー。少し焦りがありましたでしょうか。ですよね。サード見る必要なかったんですよね。あんなバント、あの前バントですから ね勢いはかなりなかった。はい、あのファーストを一つアウトを取りに行けばよかったんですけど、ちょっとインコースは低く意識せんで高めでもいいんですよ。落とした、空振り三振、ね、ワンアウトランナー、ね、三塁一塁と変わります。またフォークボールだろう、読んでますから、はい、インハインにズバッといった方が効くんじゃないかなと思うんですけどね。インサイドにストレート内側構えます。インサイド決まった、ストライク。連続三振に仕留めました。ですよね。まあ、ですのでここまでは細川と逆の配球でいっていると。はい。ツーアウトランナー三塁一塁、先頭バッターの長打は得点につながりやすいという中、3番4番連続三振で黒原がツーアウトまでこぎつけました。ピッチャー返し、ショートへのセカンドキャンバス踏んでスリーアウト。大きなピンチを乗り越えました。よくチーム引っ張ってますよ、彼はね。逆方向、強い打球、レフトの前に弾みました。先頭バッター出塁、秋山ランニングホームランで決めるという持ってる男、矢野雅也。逆方向、三遊間破りました。1、2番の連打か、強攻策でチャンス拡大。ノーアウトランナー二塁一塁です。矢野は今シーズン84本目、100本は打ちたいという話をしていましたが、はい、厳しさが追い込まれました。ついていくことができるかな。まスリーツーと変わりました。そしてキャッチャーボールを一瞬見失いましたが、バッテリーは腹をくくってそういったボールを選択するのか。センター返し、ライナー落ちました。セカンドランナー三塁蹴ってホームに帰ってきました。1点差。初回いきなり3点の先制パンチを食らった広島東洋か。4対3、5回についに1点差へと縮まりました。野間2球のバント失敗ありましたが、しっかりとここはバッティングヒッティングでタイムリーを放ってみせました。さあこれで1点差。そしてここでアニヤさん、柳はい、マウンド降りるということになりましたね。しょうがないですよね、はい、勝つためにはそれしかないですよね、広島東洋カープなんですが、1回2回は本当にこう柳に完璧に抑え込まれたんですが、3回以降二遊間に緩やかなゴロが飛んでいきますと同点の気配が漂ってきます。初球は逆球になりました。セーフティースクイズも面白いですけどね。引っ掛けた、ファーストのゴロ、ホームに突っ込んでくる、ヘッドスライディングタッチはなりました。矢野はここでリクエストを新井監督に要求しました。矢野も少しこう飛び込むような形で上からグローブを入れていきまして、脇に入ったのではないかと、手の先ではなく脇にタックが入ったのではないかということで、このプレーです。送球も良かった、非常に際どいプレーになっていますけれども、
タイミング的には完全なアウトですね、はい、ただ矢野のヘッドスライディング、これタックがちょっとあの左肩付近脇の方にタッチしたんじゃないかですよ、ね、はい、だから手の方が早かったり、これはどうでしょうか、手のひらではなく肩の方にしてますね、はい、このアングルが一番分かりやすいかもしれません。うん、ただタックする瞬間は見えません、まあ、明確なこう覆る要素がないとということは今シーズンも多くあります、ね、審判が出てきました。判定はアウトです。ワンアウトランナー二塁一塁と変わりました。まず初球の入り打ち上げました。高く上がります。今日はこの風は押し戻される。ファーストフライになりました。もう一度内側構えます。変化球空振り三振、吠えたのは斉藤でした。しかしこの回1点返して1点差です。ドラゴンズ昨日プロ初ヒット辻元から始まります。セーフティーバント、ここはピッチャーの黒原いいフィールディングを見せました。ヘッドスライディングをしましたけれども、ここはわずかに及ばず。先ほどの強いストレート、前の回を見てもその言葉努力が伺えますもんね。その通りですよね。最後の際どいコースですが外れました。ええ球ですけどね。最後高め抜けました。ストレートのフォアボール。送りバントの構えをしていた村松なんですが、ワンアウトランナー二塁一塁となりました。そして立浪監督出てきまして代打をコールします。もういや変えた方がいいですよ、黒原。ちょっと黒原の方も先ほどと打って変わって、ここで新井監督と藤原コーチ、山本のコールを待ってから出てきました。でもこんなピッチングしようたら情けないですよね。代打の切り札と右バッターキラー打ち上げました。詰まっている。レフト前進、アウトを取りました。ツーアウト、オールストレート勝負。104声を枯らして声援を送ります。センター返し、センターの前抜けていきました。セカンドランナーどうするか、センターお手伸ばしてしまいましたが、ここは大丈夫。センター前ヒット、2アウト、ランナーは満塁と変わりました。ドラゴンズ岡林打ってつなぎました。2アウト、ランナー満塁。いや本当不思議ですよね、左バッターになんであんなに簡単に打たれるんですかね。ここでドラゴンズ長打が出るようなことがありますと、あっという間にゲームの主導権を握ります。まずは初球チェンジアップできました。抜群の強さを見せている森浦、ここで2度3度その石原のサインに首を振りました。落とした、空振り三振。大きなピンチを背負ったリリーフした森浦を抑えました。チーム最多の56試合に登板、今シーズンも43試合に登板しています。菊池うまく救って、ショートの頭上を破りました。カープこの回も先頭バッター出塁。これでカープは3イニング続けて先頭バッターを出塁を しています。1点のリードがあればというような強力なリリーフが揃っています。バントしました、いいバントになりました。送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。きっちり送って広島東洋か得点圏にランナーを進めていきました。逆方向です、詰まっています。ライトが前進してきてボールを掴んだ。ここはランナースタートできません。ツーアウトランナー二塁と変わりました。ツーアウトランナー二塁、スリーボール。外します。秋山を歩かせました。2アウトランナー2塁1塁です。
カープにとっては逆転のランナーが出ました。しぶとく泥臭く食らいついていきます。追い込まれています。インサイド打った、詰まっています。セカンドゴロ、一塁アウトになりました。カープこの回は得点がありません。優れた守備力でシーズンの途中再び一軍に上がってきました。センター返し、左中間、秋山よく取りました。ランニングキャッチ、抜けていれば辻元の走力ならば二塁もというところではあったんですが、高め見ました。フォアボールになりました。ワンアウトランナーは一塁です。ワンアウトランナー一塁です。村松、ネクストバッターサークル、また選手が出てきました。バントしました。高いバウンド、ファンがボールを取る。二塁は見ません。おっと、送球それてしまいました。これだよね、一番心配したことですよ。ワンアウトランナー二塁一塁になりました。今日は黒原もバント処理というところで一つ自身のエラーがつきまして、岡林、そしてこの石川昂弥はともに2002年生まれです。将来の中心選手、石川昂弥が2001年の6月生まれ、そして岡林が2002年の2月生まれですから同学年です。中日も若い選手が多いですからね、来年は楽しみあるんですよね。こうなって岡林も昨年はがっちりレギュラーつかんだわけなんですが、今シーズンはこの岡林と石川昂弥ともに開幕2軍スタートと、立浪監督の中では誤算でした。こういった場面で出てくる石川昂弥には怖さがあります。ジェスチャーを送りました。ワンエンドツーです。追い込んでいます。打ち上げました。高く上がる、レフト交代、下がっていきますが足取りが止まります。ボールを掴んでツーアウト。ツーアウトランナーは二塁一塁と変わりました。していました。うん、このバッターが一番怖いですよね。今シーズン6度目の猛打賞、20度目の複数安打をマークしました。ヒットメーカー岡橋優希、逆方向です。レフト交代、下がっていてボールを掴んだ、アウト、スリーアウト。大きなピンチ、再びカープ投手陣向かいましたが、しっかりとこの回はゼロで半がイニングまたぎ、執念を見せた新井監督。練習で取材を聞き、話を聞きますと、すごく穏やかな喋り方だった。そうですよね、マウンド上で、あーっと、ここは決まった、ストライク、見逃しの三振。この松山の大学の先輩に当たるのが秋山と、そして大道です。センターへのフライになりました。ボールを掴みました。ちょっと難しいフライになりましたが、真正面からの対応、うまくポケットキャッチしました。センター岡林、リードで投手陣を盛り立ててきました。セカンドへのゴロになりました。フォーク合わせただけ、セカンドゴロ、スリーアウト。ドラゴンズ鉄壁の7回8回ピッチャーが立ちはだかっています。栗林を送ってきましたね。まあ当然ですよね、はい、はい、ビハインドの展開ですが、守護神をコールしました。ショートゴロ、ここに打ってしまいますとなかなか得点を取ることができません。だからね、まあ、リリーフ、守護神以外のリリーフというところにもなりましたが、ここも矢野がしっかりとさばきます。ツーアウトです。今のリードをしなければと。その通りですよ。引っ掛けました。三遊間深いところですが、矢野ここは最後合わせ切ることができませんでした。記録はおそらくヒット、ヒットがマークされています。ヒットのランプが灯りました。でも見せ場ですからね、攻守がありましたので、はい、ちょっとバウンド変わったでしょうか。最後ツーアウトランナー一塁です。肩の強さを 見せてほしかったですね。そうですね、見たかったですね。ツーアウトランナーは一塁です。ドラゴンズのダメージ押しの1点を奪いにかかっています。打席には途中出場の川越、センター返し、触らん方が良かった。ピッチャー弾きます。内野安打になりました。ピッチャー強襲内野安打で2アウト、ランナーは2塁1塁です。
さすがの矢野もここはカバーしきることができませんでした。7月の7日バンテリンドームで栗林からサヨナラのタイムリーヒットを放っています。もういらんことは思い出さんことですねドラゴンズファンにとっては歓喜のサヨナラゲームでしたが、一方栗林にとっては苦い思い出。まずは初球フォークで決めてきました。139キロ。セカンドランナー、はい、あのセンターあのライトはものすごく前に来てますからね。セカンドランナー俊足のダイソー小田がコールされています。変化球で空振りです。そして二塁に送って、はい、アウトにしました。キャッチャー石原コーフィールディング、ここは強肩が炸裂しました。ピッチャー栗林のピンチ、石原の肩が助けました。それとね、矢野がよく入りましたよ、ね、踊り切りましたね、はい、3つ目のアウトを栗林取って9回のラカープ最後の攻撃、同点になるでしょうか。うわっ、小林が出てくるかもしれません。今シーズンもツーベースを放っています。最後は空振り三振でした。154キロ、オールストレートでした。 8.44 という距離がありますけれども、フィジカル、体のこの大きさというのはそういったところに引き寄せてきます。落としました、空振り三振、2アウトになりました。追い込んでいますマルティネス。サードへのゴロ、福永一塁送ってアウト、スリーアウト、ゲームセット。ドラゴンズが1点差、逃げ切り。初回の3点が効きました。中盤追いすがるカープをなんとか振り切って4対3。再びカープとのこのカード2勝1敗ということになりまして、ドラゴンズが得意としているカープ戦で再びカードでの貯金を増やしました。ドラゴンズが4対3で勝利。広島東洋カープ今日中の首位復活ということにはなりませんでした。ヒーローインタビューは斉藤光輝ですか。斉藤が出てきました。放送席、放送席、そしてドラゴンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は5回の大ピンチ見事に脱出しました斉藤光輝投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。ノーアウト満塁という大ピンチでした。どんな気持ちでマウンドに登りましたか。1、3塁なんで、まあ、そのこういう場面はあのキャッチャーの木下さんとかとずっと想定してたことだったので、抑えれてよかったです、はい。やっぱもう本当今年に関してはあの他のピッチャーの方によく助けてもらってたので、なんとか自分がね今日は助けたいと思ったので、はい、あとは木下さんに感謝します。今日はバンテリンドームに戻ってのスワローズ戦です。活躍ぜひ使ってください。あ、もう一回活躍をぜひ来週のスワローズ戦活躍を使ってください。ファンの人に言えさせた。また来週から7連戦始まるんですけど、はい、なんとかこういういいゲームを見せれるようにチーム全員で頑張っていくので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは斉藤光輝投手でした。放送席どうぞ。ヒーローインタビューをお聞きいただきました。では今日の一戦ハイライトで振り返っていきます。さて今日はアニア総八さんとともにお届けしてまいりました。アニアさん、ドラゴンズもやっぱりこう若い選手がいる、鉄壁のリリーフ陣がいる、本当は5位にこう沈んでるチームじゃないんですよね。じゃない。主軸であったり一番を追ってくれる選手がいなかった。ただこうしてピースが揃い出すとやはり強さ発揮してますね。